たくま塚古墳でございます。ここからね、建国塚古墳が見えるらしいけど、どうやろう。いや、方角がわからんな。どっちやろう。あ、見えませんね。ここから見えるって聞いたんだけどね、あの地元の人の話じゃね、ここから見えるぞ言うて。いや、わからん。わからん。どこだ。いや、わからんな。わからん。はい、もっと左行ってみようか。健康率がやっぱわからんね。この辺から見えると聞いたんだけどね。はい、わかりません。あ、あの展望台から見るかもしれんな。展望台行ってみようか。これも古墳ちゃうぞ、これ。こんぼりして。展望台も後で入ってみよう。行ってみよう。あ、見えた。見えました。ここから見ましたわ。はい。ぶれるかね。もうちょっと寄れんかね。はい。見学するか。いやー、ちょっといかんか。ちょっとぼやけてるかね。はい。見えます。ずーっと引いてみようか。はい。目視でも見えますわ、完全に。はい。見えました。あー、ちょうどこの、木が邪魔になって見えへんね、反対側、向こうからはね。はい、見えました。あー、納得いきました。はい、これが玉塚古墳でございます。壁画館横あるんやけどね、1階、2階ぐらい入ったか。玉塚古墳、特別史跡でございますからね。縁墳でございます。ほんまにね、草木をバンバン切ってあるからね、これすっからかやんなか。ほら、まあ悪くはないんやけどね。あ、これイノシシがいっぱいおってますわ、これね。前はもう本当にこれ竹や草木がいっぱいあったけどね。もう目の前に、きれいに整備修復してくれてるからね、きれいになってますわ。はい、たくま塚古墳でございました。ありがとうございました。